デマンドバスは日本でのデマンド型交通方式のバスの故障。オンデマンドバスともいい利用者の要求に対応して運行する形態のバスである。なお、本記事では乗り合いタクシーの形態を取るデマンド型乗り合いタクシーについても記述する。日本では1972年に阪急バスが大阪府豊野郡の世町とその周辺の路線を対象に 初めて導入した10月に廃止。ITS を導入したデマンドバスは中村町バスが最初とされる。利用者のいない停留所を経由しないことから運行の効率化に結びつく利点があるが、目的地までの所要時間が他の利用者の都合によって変わることがあり、利用者からすると乗ってみるまで目的地到着時間がわからないという欠点がある。また、事前に、 バス迂回運行を申し込むシステムでは予約の連絡に必要な施設や場合によってはオペレーターの人件費がかかるため一般の路線バスに比べて運行経費は高くなると考えられるオンデマンド方式による公共交通機関の運行は過疎地を抱える地方自治体などで注目されているこの場合バスでなく乗り合いタクシーなどとして導入されることが多くこれらを総称して デマンド対応型交通と呼ぶことがある。一方で、住民サービスとして税金から支出している都合上、事前登録が必要な路線では、登録資格が当該自治体の住民に限定されている場合も多く、近隣自治体の住民や帰省客、観光客などの不特定多数の人々は利用できず、一般のタクシーやマイカー、レンタカーなどに頼らざるを得ないこと。また、 アクセスバスを走らせるほどの需要がない都市と空港を結ぶアクセス手段として用いられる例も多い。群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県かつてデマンド交通方式で運行されていたバス、乗り合いタクシー、新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県、愛知県2019年9月30日に廃止された乗り合い和号の代替として、指定のタクシー会社に限り、 乗り合いタクシーとして利用可能。岐阜県、山梨県、静岡県、三重県かつてデマンド交通方式で運行されていたバス、乗り合いタクシー。大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県かつてデマンド交通方式で運行されていたバス、乗り合いタクシー。鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、高知県以下の各要件に該当するデマンドバス。ありがとうございます。